こんにちは、そこを健康な時間です。今日はですね、膝の痛い方への改善体操を紹介したいと思います。まずはこのように座ってもらって足を前に伸ばします。手を伸ばして、つま先をつかんでください。ちょっとできない人は、足首より少し上くらいのところをつかんでも結構です。この時に上体は丸くせずに腰をなるべく伸ばしてください。次に左右の足のアキレス腱を交互に伸ばします。かかとを突き出すように前に伸ばしながら腰を前後に小さく動かします。この時にお尻、後ろのもも、ふくらはぎの筋肉が伸びていることを確認しながら行ってください。左右両方します。ゆっくりした動作で数回繰り返してください。だいたい1日2回で OK です。簡単なんでぜひお試しください。以上、川越と富岡先生がお送りしました。では。